国立中世大学は、台湾海洋試験、タミオ号大学路168号に本部を置く、台湾の国立大学である。1989年に設置された。大学の略称は中世大、旧。なお現在、台湾版パブリック IBE、台湾総合大学システムの一行。本学の代表的なエリアは、法学、情報工学、認知言語学、地震研究、 メディア研究とスポーツ科学である特に中世大学の法学研究は南台湾の第一位置されている。台湾の代表的な美しい大学キャンパスに公認された台湾ドラマ流星花園花より団子の主な撮影地である。1986年に台湾行政院の審議を通過し海吉地区に設置された大学。当時副総統であった李陶輝により キャンパスを、カヨ市近郊のタミオ号に定め建設が進められ、1989年に開校した。政府主導により開校したため、資金的に潤沢であり、またキャンパスも十分な面積を確保されており、良好な教育環境が特徴である。台湾コンプリヘンシブユニバーシティシステム、タミオキャンパス、清江学習中心、カヨ市西区。ありがとうございます。